上から目線は TPO が大切ですよね。あとは見た目です。まあ僕が言うのもあれですけどね。今のところ五分だな。負けませんよ、負けませんよ、強引さんは。この町のトップは俺がもらう。悪いけどこっちも学校の名に泥は塗れない。俺強引さんに憧れてこの学校入ったんですよ。強引さんに出会うまでは喧嘩が強いのがかっこいいってことだと思ってました。でも強引さんの去年の試合見て俺分かったんです。本当にかっこいい男っていうのは女の子のためにとことんダサくかっこ悪くなれる男のことなんだって。あの人は俺の目標です。だから負けるわけないんです。激しく戦えば戦うほど両選手相手に対するリスペクトが大きくなっていくように見えるのは私だけでしょうか。そして松村さん、ベトナム機関兵のような表情、スタミナが切りかかっています。もうやめて二人とも。まさかのターゲットリタイアか。因縁の対決またしても引き分けとなってしまうのか。ちょ待てよ。俺じゃダメか。1993年にフジテレビで放送されましたドラマ「アスナロ白書」よりの抜粋ですね。最近ではメイちゃんの羊なんかでも使われてます。別名羊ロックとも呼ばれてますね。皆さん、今日はこの会場に来てくれて本当にありがとうございました。みんなを代表してあえてタメ口で言わせてください。俺らのことをいつも応援してくれて本当にありがとう。いつもすげえ感謝してます。まあこんなことしてましたけど、普段の俺らは全然かっこよくなんかなくて迷ったり悩んだりしてばっかで本当ダッセイ感じです。だから多分みんなに一人一人会ったら気の利いたことなんて一つも言えないと思う。
みんなはいつか俺らに飽きちゃうかもしれない。女の子は飽きっぽいからね。でも俺らは借りは返す主義だから忘れねえから。今日みんなに自信もらったんで、その分全身全霊込めて返してくる。悪いけどみんなの顔一人一人覚えて帰りますから。あなたも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 覚悟しといて。愛してます。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいスピーチでした。しかしものすごい戦いでしたね。小手杉選手もよくやりました。ナイスファイトでした。女子は結局強引なイケメンに弱い、まさにこの世の真理を見せつけられた試合でしたね。強引選手には今夜抱かれてもいいですね。